クラスメイトと合流し賢者のミッションに挑むことになった。ここまでは順調なわけだが、地下迷宮は結構大変なんだけどね。しかしそんな中、篠崎彩香の牙が猛威を振るう。彼女は自分をバースに置いていたクラスメイトへの復讐を果たすべく応対とやってきたのだ。それだと俺らは復讐対象じゃないから安心だね。え、それでいいの？そしてなんだかんだと生き残っていた花からも応対。一体何をするつもりなのか。あ、そういやいたな花川。完全に忘れてた。そしてなんだかんだと急展開、終盤へと向けて怒涛の展開だ。ここから先はガチムクしてみよう。次回テレビアニメ、即死チートが最強すぎて異世界の奴らがまるで相手にならないんですが、エピソード10、昔の女が現れた。友近は驚き戸惑っている。おまけコーナー、来週の即死さんの時間だ。私もそうだし、視聴者さんも今更誰が死んでも驚かないと思うよ。次回は料理上手な人が158人死ぬらしいよ。料理人大量無差別殺人事件？